ヤガチャガチャンネル。俺は大沼のラレンティウス。この借りはきっと返すぜ。大沼さんね、なんかもう後半のカタカナ覚えるの大変だったから、あなたは大沼さんね、今日からね。職場に昔いたわ、上司で大沼さんって。でこんだけ箱がいたら、あの虫の1体や2体出ねえのか。とんでもなく破壊されたエリアになったけど、まあ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 、よいしょ。それ壊れないのかーい。さあ地下に行ってみるしかねえわな、こうなったら。せっかく渡ったし、こっち側の通路から行ってみるかな。奥側から下に。とりあえず、うわあ、なにこれ、ちょっと待って、なにこれ、スライム？スライムってことでいいですか？ああ、なんか来た。ちょっと待って、ちょっと待って。スライムってことでいいですか？ああ、クロムのスライム、キモ。やば、キモ。あと強っ。いや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 、これ今までダクソやってる中で一番、うわー、一番きつかった。うえ、もういないでいい？まあ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 、一回やったから体勢はついたけど、だからこれからは上も見なきゃいけないってこと？そう、上見なきゃいけないって。このゲーム視点があんまり操作しづらいんだよ。でどこに向かえば、こっち側の扉とかは無視でいいのね。あくまで先行くでいいのね。あー、やば、見てはいけないものを見たよ。これどっちだろう、走り抜けるのが正解って説ワンチャンありそうだな。でもこうしたら落ちるんじゃないの、ペチョーン。だからこうした上でやっていけば着実に全部やれるからっていう考え方も多分往々にありだよね。やーば、これキモだ。こうしてまたスタミナちょっと回復したらこうして、スタミナ回復したらこうして、絶対俺ここ早送りだと思う。はーい、というわけでだ、鍵がかかってる、なるほど。何これ、なんかいる、怖きもやば。何あれ、やば、やば、キモ。あ、やばい、俺引退するかもしんない、やばい。超巨大化したネズミ？降りるって、ああこのはしごから降りれるの、降りるかバカ。で、なに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 、
あいつの巨大版みたいなこと？スライムもいるし、豚もいるし、俺このマップ嫌いだな。あらあら、なんかぶっ壊してる。あ、これスライムではなくて、なんか湧き出ちゃってるみたいなこと？うわー、なんかどっかからなんか現れそうで怖くてやだよー。あー、ネズミだ。あ、びっくりしたよー、びっくりしたよー、びっくりしたよー、もうやだよー。ダクソで産地が削れると思わなかったよー。なあ、どんどん下がってる、下がってるってことは近づいてる。意外と裏手にいたりするんだろ、バーカ。このあー、行かなきゃダメ。ここから何に繋がってる。あー、奥はなんかいるだっけ。あー、しかもあのネズミにも地形やーべー。よっと、おい、もう、こっち見てるけど大丈夫？あいつ檻破壊したりしない？仲間殺されて怒ったりしない？逆上したりしない？大丈夫？もうわからない。にゃ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 い、とりあえずやる。やった後に考える。にゃ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 い、はい、もうお前ら全滅だ。にゃーにゃーにゃーい、あれ取って大丈夫だろう。あれは近すぎないかい。ガコーンって、あのね、邪魔ね、くっつかないで。ガコーンってならないかい。イヤホン外す準備 OK。 ダンデガデンデガデンデガデンデンデ、調べられた。下水部屋の鍵、あ、これは多分必要なもの。おいや、おいや、サムバディトゥナイ。何？あ、道？道か。道だけにもうビビるぐらい産地がゴリゴリに削れてる。あれなんか、あれなんか、あ、あの、無防備すぎる、無防備すぎる。やだ、やだ。てんてけてれてれてーん。トントントコトーン。パンパンポポン。扉だ。扉？扉？ここはなんか、まずいところ。下落ちちゃうもんね。やーだっぴー。あー、これはね、俺何回かプレイしてね、慣れなきゃダメだ。しかも今ここから入る扉超怖えよ。やだよー。白い光の中に何、どこ、これはどこですか。なんかでっかい人が来た、踊っているよ。はい、弱いで、まあ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 、こいつはいいとして、お前らはネズ中だな。ね、お前らは、あー、待って待って、死ぬかもしれん。そんなに火力高いの、お前ら。はい、はい、はい、あー、危ねー。びっくりした。何あの割れ目、光が差し込んでるけど。とりあえずジメジメしたところからは一回脱出してるルートってことでいいかい。なんでお前バフかかってんの。抜けてねえな、抜けてねえし、なんならもっと深いな。あー、ずっと苦手だな、ここらへん。うわー、あらら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 、
毒になっちゃったよ。あららららららら、お前らの中にもいるんちゃうんか。おら、おらへんのかい。さあ毒になっちまったけど、ああ大かけらか。これワンチャン持たんな、これワンチャン持たんな。あ、まず、これワンチャン死ぬな。ここまでもう一回帰ってくるか。しんどいぞ。でもなあ、あ、毒の回復ってさ、なかったっけ。よいしょ、あったー。でまた道が分岐すんの。しかも中間にも、戦いづらいですね。何をどう進めようにも。おい、とりあえずスライムがいるかどうかを見ていきながら。なんでだ、なんで奥に行かせようとするんだ。はい、おっと、剣が、剣のね、大きな剣っていうのがここに来て響くよね。上にスライムちゃんいるんじゃないの。取った瞬間にペチャーとか言って驚かせるつもりなんじゃないの。あれだよね、やられることは増えた分。おお、ついた、あのネズミがいる場所についてしもうた。ちょっと待って、ちょっと待って、怖い怖い怖い、なんかすごいのいた。生きて帰ってこれたことをまず誇りに思う。やばい、ダークソウルがアクションとかうんぬん抜きに怖くてプレイできないかもしれない領域に行こうとしている。怖いよ、助けて。もうホラーゲームはダメなんだってば。とりあえず体力かな、体力ちょっと増やしときたいかな。体力と何だろうな、耐久力違う、どうしようかな、どうしようかな。まあもちろん、いやでも体力と体力かな一回。いや一回サンチも死んだんで、一回さすがにテープチェンジさせていただいて、また次回プレイしていきたいと思います。まだ頑張ります。というわけでございまして、テープチェンジ、テープチェンジ後なんですが、実は前回のテープチェンジから今回のテープチェンジには結構時間がありましたと。でコメントや見てくれてる方のご意見の中に、途中で私が攻撃しちゃったあのピンクの骸骨、あいつは絶対ダメだったっていう意見が多かったです。でしかしながら一回攻撃すると敵対モードになってしまうらしく、敵対モードになってること自体はどうしようもないと。で敵対モードになってること自体はどうしようもないのだが、免罪ができるという情報を新たにいただきました。で免罪というのが、レベル ×500 のソウルを用意することで、とあるところにいるやつに話しかけると許してくれるらしいと。で問題がですね、いっぱい山積みなんですけど、レベルが32なので1万6000ソウル用意できれば、なのでここからとプラス1万円用意できれば許しを請うことはできるんですよ。で行く場所的なこと考えても、今後の展開を考えても、とりあえず先輩プレイヤーの言うことは聞いといて損はねえんじゃないかなというのが個人的な感想です。でそうすると1万6000ソウルを貯めるというミッションプラス、やべ、
1万6000ソウルを貯めるというミッションプラス、その免罪してくれる人を探さなきゃいけないっていう状況になるわけですよね。もうこれはやばいほどのスキップが予想されるわけですよ。ただこれからもダークソウルを頑張っていく上では必要な判断なんじゃないかとも私は思ってるんです。で、もう一個私の配信を長らく見てくれてる人から言われたのは、何、地下の下水道は水気はたくさんあるけど虫は出ないから大丈夫っていう、要はお前が気にしてるものは特に出ないから頑張れよというお声もいただきました。なのでここら辺をちょっと統合して、まずなんかね、ガーゴイルの付近とは聞いたんだけどな、どこなんだろう、免罪してくれるやつを探すのが先かなと思ってますので、そうなるとまずやらなきゃいけない急務としては1万6000ソウル貯めなきゃいけないんですよね。で教会付近ならねまだ貯めやすいなと思ったんだけど、違うな、ここじゃなくて、そう、教会付近だったらまだいいなと思ったんだけど、ここら辺なんか微妙な雑魚敵ばっかりが現れるフロアだからしんどいんだよね。そこでの戦闘は良くねえぞ。ので、まあとりあえず地下に降りて、あれかな、あそこの攻略を頑張りながらゆくゆくのポイントダメも一緒に頑張ってみたいな方法でいいのかな。やべ、なのでちょっと一回また地下まで行きたいと思うんですが、まあまあいかんせん地下が遠いので、マジかよ、遠いので相変わらずそこはスキップでやっていきたいと思います。いやー、スキップする場所増えてきたね。この部屋に3人もいたっけ、なんで？ん？なんだ君は、随分と汚れた身なりだが、こんな場所だからってあんまりじゃないか。少なくともそんな形でお嬢様に近づかないでくれよ、きっとびっくりしちまうからな。ほう、おお、また君か、何か用でもあるのか。だが多分助けにはなれないぜ、俺たちはお嬢様と使命を共にしている。面倒だが、まあお嬢様は2個も腐れ縁だからな、今さら放り出すわけにもいかないのさ。あーで、終わりか。あなたも不死なのでしょう。ならば馴れ合いは不要です。お互い己の使命を果たしましょう。さもなくば我々はただの呪われ人です。ほう、馴れ合いは不要と申し上げませんでしたか。礼をわきまえぬのは愚か者の振る舞いでしょう。あなたがそうだとは思えませんが、なんか話しかけづらいな。で、あ、そうだよね。あ、待って、お前、なーるほどね、そっか、お前骨持ってねえのか。あれなんすよね、骨がなくなっちゃって、あれ？待って、これ万が一さ、何まで行く？行くんじゃねえか ?1 万6000。待てよ。あ、1万6000は届かないか？あ、ギリ届かなそう。で、月光町のソウルは、武器作れるかもって言われてるから、ここで使うのは何だろう、多分そういう、何、目先のやつに引っかかった人が使っちゃう系だと思うんだよね。あー、でもそうなると、そうなるとあれか、骨が売ってあるところで俺が記憶してるのって、こっち側から戻った方が若干早いのもあるか。あれだよね、手前にいたところのショップのところで確か骨売ってたはずなんだよな。骨は欲しいな。ちょっと、もうちょっとソウル貯めて骨検討するか、畜生。やったー、
開通した。ここか。よかった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 。これで上と下が開通して、浄化不死骸がちょっと移動しやすくなったな。よし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 。で引き続きだが骨を探そう。骨を売ってくれるショップ、確か邪魔くせえな。正直ここら辺の雑魚的に何も感情抱かなくなったのはね、前に進んできた証拠だなと思うけど、そこの階段からね行かせていただかんと。危ね、来るぜー。あー、スタミナがない。よいしょ、間に合った。いらない武器とかもどうにかさせてくれたらいいのになとか思ったりするんだけどな。よいしょ。というわけで引き続きまずはショップに行って、ちゃんとショップ、あれショップここだったよな。よいしょ。ちゃんとまずはショップに行って骨を買わんと、動くのも怖えから引き続きショップ探そう。あれー、そこにいるショップじゃなかったな。ショップの位置がいまいち頭の中に入ってねえよ。最初のマップにいたのも違ったし、ここにいるやつらでもねえし、でも誰かが機関の骨打ってたのは事実なんだよな。どこだー。